おはようございます。リコー TV です。本日買ってきたルアーはこちら、ディスタイルのですね D2 ホグ21っていうことで、これねちょっと一袋買いたかったんですけど、最初に出たやつねもう速攻で売り切れちゃってね、あー次いつ入んのかなーね、1個ね出たら買いたいなーなんて思ってたんですけど、釣り具屋さんにね並んでいたんで、買ってきてみました。で、パッケージの方に書いてあるのがですね、推奨フックサイズはオフセットフックの3番4番、ね、マス針だと6番だよっていうこと で、カラーはですねミミ、ね、過去ナイトクローラー、まあ、ミミズみたいなカラーですね、これ買ってきてました。8本入りということで、書いてあって、下の方にねメイドインジャパンっていうふうにね、書いてありますけども、じゃあ早速ねどんなワームなのかねちょっと開けていきたいと思います。はい、出てきました。へえ、こういう感じなんだなって、いつどう持てばいいのかなっていう感じで、ね、すんごい細かいパーツが多いんで、こんなね、なんだろう、ほんと小型のカエルみたいにも見えるし、この後ろのこっちの方はエビみたいにも見えるし、ね、あ、で想像してたよりこの足の部分がごっちいんだよ。まあ小さいんだけどごつい、なんだろう、厚手のね足になってるんだなっていうね。この各パーツがピリピリ動きそうでいいですね。こんな感じのワームなんですけども、ね、スモラバのトレーラーとかね、あとはねこういうのをねダウンショットで霞水系なんかでピピピピってエビが逃げるような感じでね、使うのとかがね、結構好きなんで、その時にね一袋欲しいなと思って、ね、青木プロが同じく開発したあのディトレーター、やっぱりね小型シルエットでゲイリー山本のあれね、あれなんかはもうめちゃくちゃね好きでね、真冬からハイシーズンまでねずっと釣れるんで、必ずボックスにはね隠してあるんですけども、それのもうちょっとこうなんかアピール力が高まった感じで使えないかなと思ってね、この D2 ホッグっていうのは雑誌か SNS で見てね、ちょっと一袋は買いたいなと思ってたんですけども、買ってみたらねかなりこだわりの感じでね、なんだろう、小粒なんだけどマッチョな感じっていう、まあ、色はもちろんねこんな感じで綺麗なんですけども、各細かいリブがねものすごいねアピールしてくれそう、なんかシルエットをぼやかしてね思わずねなんだかよくわかんないけど魚が食っちゃったなんていうね、そういう演出ね、やりやすそうなワームだなっていうこと で細かいんだけどこう真ん中にフックが刺しやすいような目印になるようなスリットが入っていたりですね、このフックを刺す側であろう、なんだろう、こっち側がねちょっと厚手で丈夫めに作っているんじゃないかな、あとはね素材がねすごいねプリンとした感じでね、餌持ちが良さそうな素材だなとかね、手でねこうやって触ってみるとねいろいろとね早くねちょっと釣り場でね投げてみたいななんていうね、まあどこでも釣れそうですけどね、特にこんなところが効くなんていうのがあったらまた実況動画の方でも、お伝えしていければななんていうふうに思うんですけども、まあこんな感じのね、パッケージに入ってね、売っていましたんで、ぜひねこれはね、あ、もうちょっと前に発売してますからね、コメント欄なんかでこういう使い方なんかすごい聞きましたよとか、あと裏技的な使い方とかあったらね、ぜひ、コメント欄とかに書いていただいて教えていただきたいんですけど、まずは自分はそうですね、スモラバのトレーラーと、あとはダウンショットのトレーラー、あとはね、なんだろう、ヘビーキャロライナリグのね具にこういう繊細なものをつけてピピピピってこう素早いね動きでね、H音数の進化とかピッピッって感じでピッピッってね動かしてピッピッってね動かしてね思わず食っちゃったみたいなね、そんなパターンでもね使ってみたいななんていう
まあね、せっかく一袋買えたんで、ちょっといろいろなリグで試して、行ってみたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ディスタイルのですね、ちょっと前にはもう発売開始してましたよね、D2 ホークの21、これが一袋変えてみたんで、開封してみたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。